ラララララ。タタタタタタタ。え、何これ。入りました。ダダダダダダ。言ったんか言ったんか何の音かと思った。始まりました。ゴールドアイコのアートライフトーク TV。イエーイ。もう何回目なんでしょうか。ね、私結構ね、もう3年くらいやってるんで。そんなに？やってるんで、本当は最初の方はカウントしてたんですけど、カウント途中から忘れてしまいまして、かなりのねゲストさんが来ていただいてるんで、月1ペースで月1回の毎週、毎月第2土曜日の、7時半からですねやってるんですけども、こんなんしてたら時間がもったいないので、早速ですね、いやいや今月もどうぞよろしくお願いします。ゲストの、藤井千尋さんで、千尋さんですよね、千尋です、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやもう初めましてじゃないけどね。そうですね、もう私はあの声かけるのはスペシャルな作家さんしかお声かけない。でも皆さんがスペシャルですよ、こんなん言ったらあれですね。もう本当に今の皆さん素敵なんですけども、もうさらに素敵な方をちょっとですね、いつも素敵です。誰が何皆さんが素敵なんです。でももう本当に私の番組に出ていただく方はもうスペシャルな方ばかりなので、はい、今日もわざわざ来ていただいて、寒いのにね、今日は寒いね、冷えてしまって、冷えの話から、体の痛みの話から、そうですよ、今日はなんか打ち合わせも6、そんなにね、打ち合わせはしてなくて、ちょっとフレッシュなままでね、お話できたらなと思ってたので、あれなんですけども、ちょっと早速ですね、藤井さん、ご自分でちょっと軽く、はい、自己紹介していただいてもいいですか。はい、絵を描いています、はい、主にというか、もう自分の心の内から生まれる抽象的な絵画、抽象絵画ですね、なります。マテリアルは指示体はパネルに、はい、そのままパネルのままだったり、和紙を貼ったり、和紙を貼ったり、を長らくしてたんですけど、はいはいはい、また後で話しますけど、はいはい、最近はベロアを貼って、はいはい、ベロア、布ですよね。そうそうそう、別鎮とは違うのか、でも別鎮とも言うと思うんだけど、ちょっと冬になったら洋服の素材になる、はいはいはい、ちょっとざわざわしたザラザラしたようなテクスチャー、もう完全にそれは布ですよね。布ですね。それをもう今は使って、今使ってます。アクリルではなくて油でしたっけ。アクリル絵の具を流すんです、その上から。油も使ってますね。油も使う時あるんだけど、その別鎮に関しては、ベロアに関しては、ベロアに関しては、吸い込んでしまうので。なるほどなるほど。アクリル絵の、アクリルの方に、なるほど。でも普段は、キャンバスとかそういう木のパネル、はい、キャンバスは使わないか。キャンバスはね、使うのは15号ぐらいまでならキャンバスを使うこともあるんです。まあ使うこともある、でも主な使われる画材は何ですか。アクリル、アクリルを使って、でまあさまざまな、はい、技法というかテクニックというか表現の方法でされてるってことです、一応ね、藤井さんもいろんな方がね作品を見られた方多いと思うんですけども、見られてない方もちょっとね見て分かるようにしたいので、ちょっと作品をちょっと見せていただいてもいいですか。ちょっと写真をね用意していただいてるんで、このような作品を作られてるってことですよね。これは、もう数年前の作品になるんですけど、今よりももっとネガティブなものから私が感じたものを、社会に訴えたいって言ったらおこがましいんですけど、社会の人にこういう人たちがいるんだっていうのをちょっと知ってほしくてっていうところで書いてた時なんですね。うん、なるほど、はい、あれですよね、今からざっくりと作品見ていただいて、こういうふうな作品を作られるって、また後から1枚ずつねちょっと話聞きたいとは思ってるんですけども、今ちょっとね話に出てきたみたいに、藤井さんの私が展示にお伺いしたりとか、そういうところに見せていただいた時に少しお話を聞いて、どうしてこういうふうな作品になったかというのを、ちょっとお話聞いたりとか、で、SNS でもつながってますので見せていただいた時に、自身のその感情の、
あの自分の感じた感情の表現、うん、それをこうそういう、こう表現の軸としてしてるっていうすごく印象があるんですけど、うん、それは そこが軸になって表現されてる、はい、基本的にそのキャンバスだったりそのパネルを使って、うんうん、その先ほど言った怒りの部分だったりとか、うん、その感情っていろいろあると思うんですけど、藤井さんの作品はとてもちょっと ね色味もそうですけど、こうこの時は ね、うん、あのその感情の分って説明なくてもこう、うん、この表情を見ると、うん、ちょっと怖いですよね。怖いというか、まあ明るい楽しい絵ではないのはもう誰が見てもわかるね、うん、あの分かりやすいあれですけども、うん、すごくこう表情がこう吸い込まれるような、何かこうこうなんて引き込まれるような独特な、うん、あの表情をこれはしてるなと感じたんですけども、20代後半から、うん、私は美大出ていないので、うんうん、20代後半からあることがきっかけに描きたいと思ったんですよ、うんうん、で元々の性格がすごく自分の中に自分の感情を溜め込むのが苦手って、はい、でそれが喜怒哀楽全てをやっぱ周りの人に伝えるっていうよりももう吐き出すっていう方が勝ってたかもしれないんですけど、でそういう人間性だったんですよ、うん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 、でちょうど20代後半に結婚して、うんうん、であのちょっとね子供がなかなかできなくてね、でそのことがものすごいストレスに感じていて、であのそれを自分の中であの、うん、もう人に話すのではない、で自分の中でもちょっと処理しきれない、やっぱ子供ができないっていうのはすごいストレスで、で不妊治療に通ったんですけれども、うん、でその時に絵を描こうと思ったんです。ほう、うん、でもそれまでに昔に絵を描いてたとか、うん、そういうことじゃなくて、全くない。何がきっかけなんですか？うん、だからその不妊治療を乗り越えるために絵を描こうと思ったんですよ。もうパンと絵を、絵しか浮かばなかった。すごいですね、うん、で自分のやっぱ感情を何かに出したかったっていうのがすごくあって、そのきっかけが不妊治療だったんですよね。で書こうって思った時にもうすぐ出会ったんです、その作家の方に。ああ絵の方に、うん、そう絵だったの、だからあの生物画を描くとか人物描くとか、はい、そういったことではなくて、うん、やっぱり自分の感情をそのままダイレクトに、うん、あの表現したくて、うん、抽象画っていうところを選んだんですね、うんうんうん、でそれで出会った、作家の栃原敏子っていう画家の方に出会って、はい、そこで、まあ、数年間手ほどきを受け、あその方にちょっといろいろ教わりました。その方はどういう絵を描かれてたんですか？昔はやっぱ具象だったみたいなんですけど、私が出会った時には抽象画をも描かれていて、でも抽象画っていうのはそれぞれ違う表現方法がたくさんあるから、 で、ね、でその先生は私が描きたいものをまず描けと、うん、それに対していいか悪いかっていう、うん、そこしか言わない。ほうほうほう、だから悪いって言われた場合は何に対していいか悪いか、やっぱりね、何なんでしょう、そのダイレクあの感じられるかどうか、その作品から何かを感じるかどうかっていうことなんじゃないかなって私は思ったんですけ ど、で悪いって言われた時に、うん、そこも自分で考えて直していく、でそういうのを繰り返しているうちに、まあ、自分なり の、 あの作家の表現っていうのが、うん、徐々にできてきたのかなと思います。それが20代の20代後半から、まあ、30代初めぐらいまで、はい、パーンとそこに絵の、はい、うん、絵に引き寄せられたっていうのもすごい面白いですね。で結局その絵を描こうって思って、はい、でその先生に出会った絵と不妊治療してたわけですよね、子供欲しいのできないのに、でもなんかピコーン言うて、ピコンピコン、なんかピコーン言うて、でも出会ったらね、一月後に妊娠したんですよ。あららら、素敵なことですよ。そうでそれで、うんうんうん、あ絵を描くために不妊治療してたのかなって思うぐらい バカなんですけど、はい、でもそういうことがなかったらきっかけ、うんうん、でもそうじゃいます、ほんまにそうじゃないですか、うん、何かこう人ってきっかけがあって、うん、
ね、人によってちょっと変わってるかなって思うきっかけとか、ね、なかなかそっち私はもうそれで背中を押された感じで、でそのもうその、まあ、妊娠したらやっぱしんどいから、でもやめようと思わなかったですよね。で一生続けようっていうすごい覚悟をして、さあその後ね、その後おめでとうございますですね。いえいえいえ、不妊治療してないのに、その後は子供ができたんですよね。で一回まあ子育てもね、生まれたら初めての育児とかもあって、絵を続けることはしてたんですか？してました、してました。すごいな。全然休まなかった。だからすごいな、うん。もう覚悟したからね、最初に絶対死ぬまでやろうって思ったから。あ、そうなんですか。どんなことがあってもやろうって始めてすぐに思った、うん、その不妊治療きっかけにやり始めた映画、死ぬまでやるっていう覚悟もうその時にもうすぐになんか持ちました。なぜか知らない、なぜか知らないけど、それは作家としてやっていこうっていうのがあったってことですか？もう作家になろうと、だけど作家になろうと思っても本当にそんな簡単にね見てもらえるわけでもないし、特にそのなんかこんな言い方したらあれですけど、美大に入ってたりすることって、その教えてもらったとかそういうことだけじゃないと思ってて、周りにそういうふうにこう一緒にこう頑張ってやる人たちが近くに、アーティストになろうとしてる人だったり、それつながりで絵を教えてる先生だったりとか、結構つながるきっかけが多いっていう、そういう意味での学校生活のプラスの面だと思うんですよ。そういうところってね、行ってなかったら教えてもらうよりもこうコミュニティっていうのをなかなか作るのがないところだったら、情報が入ってくるのもすごくね、そうですね。やっぱそういうところをその先生に教わったって感じですよね。書き方だけじゃなくてコミュニティの持ち方とかで、とりあえず個展をしなさいと、で個展をしていくにつれてやっぱ自分で気づきが得られるから、まあだから本当貸し画廊でね、お金自分で払ってやってたんですよね。そしたらまあいろんな人が見に来るし、それで知り合いも増えていってっていうことを繰り返してやってきましたね。素晴らしいです、本当にすごいな。じゃあもうきっかけは、私これ初めて聞くんでね、なかなかちょっとびっくり。そっか。でまあ子供ができても何もそのもやもやしたものがクリアになった、一番最初のね、でそういうこう不妊治療のそういうこう吐き出せないいろんな感情だったりをこう、まあ、ぶつけて表現をしていたけれども、それがこう子供ができた後の、そこから何か変わったんですか？そこからちょっとちょっと瞑想した時期ももちろんあって、でだから個展をし始めると、周りはやっぱ美大芸大出てる人たちばっかりだ、なんですよね。でそれでそこにコンプレックスを感じてしまって、でちょっと人の真似をしてみたりとか、綺麗な絵を描こうとしてみたりとか、風景っぽい抽象画を描こうとしてみたりっていうのをやってしまったんですよ。でもそれでもそう、まあその時はまあそうしてしまったって感じなんですけど、でもね、もともとのきっかけが自分の中にあるその感情を作品化するっていうこと、しかも日常で目にする出来事とか経験とかが作品になるわけだから、綺麗なものを描いててもなんか違うなっていうのに気づいて、やっぱり気づいた時に目の前にで、なんていうのかな、子供のこととかもよく書いてたんですよ。で子供ってすごい可愛いけれども、やっぱりいろんなことをやらかしてくれる、そのやらかしてくれることを私は題材にして書けばいいんだと思う。もう一回思い出してね、それを。で書くようになった時に、また自分らしさちょっと取り戻せたかなと思って。その時の作品とかって抽象絵画だったんですか？やっぱり抽象的なもので、今とはちょっと違う。あ、
もっと下手くそ。そんな下手くそではあれですけど、本当に下手くそなんで。それだけももうスタイルとしては抽象的な表現をされてた。なるほど。身の回りの出来事を書くことから、あのやっぱどんどん広がってくる。で社会の出来事に対して。はい、あのこれはどうかなって思うような負の出来事ばっかりでしょニュースってね。でそういうのをピックアップして最初に言ったけれども、こういう人たちがいるんだよっていうことを社会に見せたいっていうことを やるようになりましたね。なるほどな。それが先ほどの黒い映画。そうなんですね、そうなんや。これあれですよね、これ4番これやな。このこれ右側の作品は、今おっしゃった エムズソリチュードっていう M さんの孤独っていうタイトルなんですけど、はいはい、これはあの、まあ、私の近所の家の方がね、私が子どもの頃にすごい元気だったおばさんがちょっとやっぱ認知症入ってて、で徘徊するようになられてたんです、でもそれを家族はちゃんとケアしてあげてなかった、で子供たちもいるのにちゃんとケアしてあげてなくて、近所の人たちがその方をあの家に連れ戻したり、徘徊してて連れ戻したりっていうのをちょっと目の当たりにしてしまって、すごい苦しくなったんですよね。なんで家族がいるのにっていう、藤井さんの気持ちが結構苦しくなった、そうそうそう、でまあその方が M さんっていう、森本さんっていう名前言ってしまってますよ、わからないと言ってしまってますよね。それで書いた一枚なこれですね、右側のね、なるほど。で左側は、少女の涙っていうタイトルで、はい、何年か前に、千葉県野田市に栗原美也ちゃんっていう女の子、小学校4年生の女の子がいたんですけど、はい、その女の子が実の父親にものすごい激しい虐待を受けて亡くなったっていう、でその時にやっぱり学校の先生に助けを求めたりもしてたんですけど、はいはい、あったでしょ、覚えてる、ね、よく同じような事件あるけれども、でもその学校の先生もあの父親にミヤちゃんが助けを求めてるということを話してしまったから、結局家でもっと虐待がひどくなって最後は亡くなったっていう、その事件を受けてなんかいてもたってもいられなくなって書いたんですけど、この頃はねやっぱりね被害者の視点に立って書いてた気がする。だからこんな暗い感じの色調になったのかなって、そういうこう一般的なそういうこう身近なものじゃない、身近なものではないって言ったらこうちょっとなんか言い方が悪いですけど、何かこうちょっとニュースとかね、そういうこう日常ちょっと違うとこからポンと入ってきたものでも、こう感情の中に入ったものに関しては表現の一つとして、題材として選んで作られることが多いってことですか。そうですそうです。だからじゃあ割と身近なものではない場合もあるっていうことですよね。あ、そうですね。それは徐々に広がっていきましたね。なるほどな。最初は本当に自分自身のことから始まり、それがやっぱ社会に目を向けるようになり、なるほど。で今でもその表現するこうね、あの他の写真もちょっといただいてるんであれなんですけど、こういう、あ、この頃はねまだその時の流れのものなんですけど、これ何年前ぐらいの作品ですか。何年かな、5年ぐらい前かな。で左側が、そういう、まあ、展示空間をちょっと見てもらおうかなと思って、こんな雰囲気で、あ、なるほど、こういうところでね、はい、あの展示されてると。で右側の作品は、右側の作品は届かないプレゼントを君に届ける、これは私はね生で見てると思うんですよ。兵庫県芸術文化協会かな、あ違う、どこかで見ました、あの見てます、私は何か所かで展示しましたね、見てますね、でタイトルもねちょっとね、直接聞いたんじゃなかったかな、いや聞いてないわ、その時に聞いてないけど、タイトルがね、まあ、あのはっきり、あの言うと結構あの藤井さんの作品のタイトルって、グッとこう
えってこうな何かこう秘めてそうなぐらいな言葉のこうチョイスじゃないですか、うんうん、あの今のタイトルもそうですけど、うん、こう何ですかね、特定の何かがあるのかなって思わせるようなタイトルなので、うんうん、印象的なんですよね、うん、あの他の作家さんよりもその作品のタイトルが、うん、作品ももちろんそうなんですけど、うん、タイトルにね、こういつも、うん、これは聞いても大丈夫ですか、その、はい、それは聞いても大丈夫、これはね、ちょっと知り合いの方がやっぱり大阪の方で、子供たちをケアしている方がおられて、はいはいはい、でその人がねちょっとつぶやいてたんですけど、うん、ちっちゃい頃からクリスマスにプレゼントをもらったことがない、なるほど、うん、サンタさんから、はいはいはい、でもそれをある程度大きくなってきた時に、うん、なんで僕だけ来ないんだろうっていうことをつぶやいたんですって、うん、でちっちゃい頃はみんなにサンタさん来てるっていうのを知らなかった、うん、で大きくなった時に来てないのは自分だけだって気づいた、うん、それってすごくかわいそうじゃないですか、むごくないですか、うん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 、でそのケアしてた方は、うん、あのやっぱ年齢とともに自分がちょっと他の子よりも大変かもしれないっていうのを気づくっていうのを分かってはったんやけど、とうとうこの時が来たんだと思って、だからあまりご両親から、うん、ケアされてない子だったんですよね、うんうん、でみんなそうなのかなと思ったら、はい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 、実は自分だけがね、うんうんうん、そうなのかもしれないっていうのを気づいた瞬間でもあったのが、そのサンタさんが自分には来ないっていうことだったんです、はい、うんうん、それを聞いてそれを聞いて、うん、私はすごい苦しくなって、なるほど、はい、そこから私がプレゼントをあげてるつもりになって書こうと思ったあ、そういうことか、うん、でそれでタイトルが、もう一回届かないプレゼントを君に送る、でその子とはその後あったりとかは、あ、私は会ったことがない、会ったことはない、そのケアしてる方からのお話を聞いただけで、じゃあその子に対して思う気持ちで描いたと、じゃあその子はこの絵をそういうふうに思ってくれて描いた方がいらっしゃるというのは知らないまま、知らないね知らないね、そうなんですね、ただやっぱりみんなね、楽しいことばかりに目を向けがちじゃないかなと思って、いやもうそれはそうですよ、もうそう自分自身もしたいですしね、できるだけね、やっぱり楽しんだ方がいいんだけれども、そういった環境の人たちがいるっていうのをもちろんです、やっぱり表現したくて、展示することによってやっぱ聞いてくれたりするので、そうですよね、いやそうですよね、いやなるほど、じゃあ私あの時に結構大きいですもんね、藤井さんの作品ね、大きかった、うん、まあ大きいって言っても50号ぐらいかな、それは、うん、まあでもね、いろいろ作られてるので小さい作品ももちろん見せていただいたのあるんですけど、大きい作品のね、うん、イメージがすごく強くて、つなぎ合わせて展示される場合もね、ありますよね、うん、なんかそういう風なイメージで見てましたけど、結構大きなね、うん、作品やっぱ大きい方が気持ちがいい、あ、うん、またね美術館とかそういう広い空間とかでもねバッと映えますし、先ほどのね、うん、持ってきていただいたこの写真のこのね、このギャラリーですか、こちらどこの、それはね姫路のギャラリーランズエンドっていうところで、すごい、そう、大理石なのかな、壁も床もで白くて、うん、このね手前にある白い、ね、写真がね、うん、ちょっとね小さくてね、うん、見えにくいかもしれないんですけど、ちょっとぼんやりこう見えてる白いのは、はい、それは流木に、やっぱりそうそう、すっごい大きな流木を和歌山から持って帰って、はいはい、はいはい、島田ギャラリー、ギャラリー島田さんで、うん、神戸にあるね、はい、有名なギャラリーさんなんですけど、そちらで展示されてる時も藤井さん
まあ、流木持ってこられて、流木に拾ってくる、ね、そう今はもうやめたんですけど。あ、やめたんですか、うん、なんでまたなんか卒業の気分になる。ああ、なるほどなるほど。でも流木っていうのはもう命があったあった木がもう枯れてしまってるでしょ、うん、でこの時の私はやっぱり、うん、その枯れた流木が命を絶たれという意味に投げ出されてまた陸に上がってくる、はい、それに対しての弔いっていう多分つもりがあったんだと思うんですよ、うん、でそこに白装束のように白い薄い和紙を何層にも何層にも貼り付けてたんです。もう全てにどんなちっちゃな穴でも全部貼り付けてたんですよ。でだから空間的にさっきの黒い絵のような時にはこれがアクセントにもなるしテーマ性にも合ってたのでやってたんだ、うん、なるほど。これちょっと見えにくいんですがやっぱり流木でしたか。流木でした。橋で貼って貼ったのはちょっと見たちょっと前なのでちょっと前、ね、私もね記憶が前やと思う。もうなりますね、うんうん、ちょっと前ね、うん、そうかそういうテーマがあって、うん、なるほどな、うん、いやもう一枚ねあのもう2枚ほど写真あって、まあ、こちらもねあれなんですけどこれあのベロアのさっき話出てきたベロアで、うん、あの今作品を作られてる。今それが一番最新なんですかね。そうですね。じゃあもう先にこちらの方からちょっとあれなんですけど、うんうん、右側ね先ほど言ってたんですけどこちらで、うん、あの京都の未経店、うん、私も行かせてもらったことがあるんですけど、うん、見に、はい、見に行かせていただいたことあって、うん、で、この前ゲストでね、ちょっと前になるんですけど、うん、杉さん、杉さん、杉、いやもう何、あ、杉本さん、名前怒られるよ、怒られるよ、ちょっと顔つしてなかったかも。杉本さんすいません、本当なんで私違う名前言ってんのって誰やろうって自分で言いながら思って、いやもうほんまに、まあ、名前間違えて怒られるピンとこなくて自分で言ってきたから、あれ誰のことって今日トントンしてた今あれって。もうでもこれはね、あの編集もないやつやからごまかしが効かないんだよ。私も言いながら人の名前はよく間違える、ね、いや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 早いけどねちょっとね年齢的に杉本さんの名前は間違えないでしょ普通ね。そうそうそう、ほんまにすいません間違えました。初めてちゃいますか杉本さんの名前間違えた人。あれ杉さん何て言いました。私杉さんって言ってた。杉さんって言いました、うん、杉さんって私に聞いてくるから。前にゲストで出ていただいたね、うん、杉本さん、うん、杉本真一さ さん、うん、はい、フルネームで覚えてます。もちろんですよ、うん、杉本さんが未経典を出された時に、うんうん、フランス人 の、 アリムっていう写真家の方がね、うん、出されるということで、うん、それでちょっと行かせてもらった時に杉本さんの作品とか見せていただいて、もうすごい立派なね、あ、大きなやつね、大きなで、あの、うんうんうん、場所がまたすごいの、すごいよね、ねえ、展示も大変やもんね。そうですよね、うん、その時雲野さんとかも誰なんて言ったね、え人の名前間違えることが多いから、ちょっとね、ね、本当に。なんか多分微妙に違ったと思う。違いますよね、今ね。本当、人の名前を間違えてしまうことが多いんです。噛むから、噛むから、うん、そうなんですよ。噛むからね、間違えたように聞こえる。そうなんですよ。みんなはもうみんな洗ってるわ。また気間違えたなって。ほんまに。あ、怖い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 。あ、ね、もう皆さん見てるから怖いな。杉本さん見てなかった、うん、後で私が謝っときますね、いろんな方がね出されてまして、うん、そうで、あれは1回目第1回目の時に私見たんかな、うん、第2回目か、私は去年、去年第3回目とか1回ね、コロナで開きましたよね。よく知らない。あ、本当ですか、うん、もうすごいね、いい場所で、その時の写真ですよね今なんね。そうです、陽気悲観音堂を、あれ、この次ね、こっちじゃないですね、うん、陽気悲観音堂を右側ね、うん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 、潜入寺の陽気悲観音堂を使わせてもらって、うんうんうん、その時に真ん中が陽気悲の観音様、うんうん、でその両脇にまあ、明るい感じなんで、うんうん、この頃はもう明るい色調を使うようにね、ガラッとこう色がね、色合いは、うんうん、でその時のまあ言ったら自分の感情とか、うん、あのね、
暗い絵を描くのはやっぱり後で見た時に私がちょっとしんどくなるなって感じ出したんですよね、はい、で、まあ、自分が描いたものだけれどもそれを見てたら怖くなるというか、なるほど、うん、やっぱり思い出すものがやっぱ沈み込みがちなものだったから、うん、ちょっと書く方法をね、うん、変えようかなって思い出したんですよ。いっぺんこれは本当かどうか皆さん信じがたいと思うんですけど、はい、なんか絵にね、はい、展示を書いてる時は分からなかったんですけど、うんうんうん、展示した時に顔みたいなものが浮かんでて、うん、私の作品にね、え顔が浮かんでたの、はいはいはい、顔が 見えたんですよね、ほうほう、作品の中から、作品の中に、でもこれ気のせいやろって私は思ってた、そういう霊感とかはないから、はい、あらら、でも何人かがそれを指摘すると、映画絵のそのこう作られてる感じ、ててこの絵のこう出てるところ、多分まあ抽象的な、うん、あの、うん、ね、うん、タッチですから、たまたまそれが、うん、顔に見えたじゃなく、わ、うん、からない、顔に見えたの か本当に顔だったのかよくわからないんだけど、浮かんで見えたんじゃなくて、うん、浮かんで見えた、立ってるとか、うん、顔だけだったあの時はね、でそれであなんか気持ち悪いと思って、はいはい、それは、うん、あの展示したの持って帰って梱包して、はい、部屋の隅っこに置いてたんですけど、はいはいはい、ある時にそのそれを箱に入れてたんで、ね、はい、でその箱に入れたものを、うん、箱が必要だったから、はい、作品を出して立てかけてて、うんうん、で梱包してたんですよ、うんうん、ほんでパッてなんかそっちの方見たらその顔みたいなものがはっきり出ててにって笑ったように私に見えたの。怖い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 。もうだからそれは私の勘違いやとも思うんやけれども、なんかそういうのって怖いなと思って怖いやろ、怖い、勘違いやとしてもそういう風に見えるのってやっぱ気持ちよくないから、あちょっと書く方法をあの同じテーマにしても与えるあの当たる角度を変えていけたらなっていうのを思い出して。なるほどな、何かそこで感じたんですね。まあちょっと霊的なこととかその何かっていうのは分からないですけど、分からないけどね、まあ、そう私も霊感あるわけじゃないし、ただ見て怖いと思う絵は私もう描きたくないって思う。でもあれですよね、あの作品のその根底にあるのは、うん、あの自分自身の感情だったりとか、うんうん、っていうことがもう芯にあるっておっしゃってたので、うん、今そのいろんなねプロセスいろいろ変わっても今もその何かこう腹からこうぐーっとこう、うん、何か来たりとか怒りの部分で表現、うん、なんか喜怒哀楽いろいろありますけども、うんうん、ちょっとやっぱりそういう怒りの部分が表現には一番つながってる、つながってる、何に対して未だに今でもその変わらずこういうことに対してはもう震えるほどこう映画描きたいねとかありますか。やっぱりね、人が、うん、人をやっぱ私虐待とかいじめとかそれは大人になってもありますよね、そういうのは大嫌い、で書く材料になりがちなんだけど、でも前あの暗い絵っていうのは被害者に焦点当ててたでしょ、うん、私が被害者になりきったように描いてた被害者の感情をっていうことですね。だから客観的に見たその起きた事象に対しての怒りではなくって、うん、その女の子の立場になって、うん、そのこう悲しみを表現してたと、うん、でも普通に例えばそのニュースであったりとかで入ってくる時にはそのこと自体に普通、うん、あの私もそうですけど当事者ではないから、うん、その起きたことに怒りが来たりとか感情が出るじゃないですか、うん、そっちの方面で表現もすることある。いやあのね、できるだけそういうテーマだとしても、うん、そこにストレートに怒りを表現しないようにっていうのを心がけるようになったんで
それはなんで？先ほどの話から。自分が見て気持ちよくない、怖いっていう、うん、展示したしたいなって自分で思わない。他の方は知らないけど、うん、私はそういう思いで描いてるからそう見えてしまうので、うんうん、ではなくて、やっぱそういうテーマでも、うん、あの もっとやっぱりね、うん、臭い言い方になるけど、はい、愛だと思うんですよね、うん、いやいやすごい大事な言葉だと思いますよ。 愛で、うん、そういった人を包み込めるような、うん、だから、うん、その暗いテーマであってもね、うん、そういう部分を取り入れた作品にしていきたいなって思うようになったんですよ。なるほどな、うんうん、そしたら色合いも変化してきた、うんうん、ただその変化はしててもその、うん、怒りの部分を表現することは多いかな、うん、多いかな。ただね、あとねもう一つ試みるようになったのが、うんうん、ね、自分が自分のことを分かってるかっていうところなんですけど、はい、うんうん、それはもう皆さんいろいろね、うん、分かってますとかって言われる方もいますけど、なかなか自分と長いこと付き合ってても分からないですよね。分かってないなって思うし、やっぱ人間って変わっていくから、うん、いくつになっても変化していけるんですよね。そうですよね、うん、いいも悪いもね、うんうん、で、だから、決めつけないようにその表現に対しても、うん、で何言おうとしたかなで、あの変化していくので、うん、そのこう表現の方法も決めつけないという言い方ですよね、うん、分からないですよ、うん、何を先に言おうと思ったか分からないですけど、今言われたことで私は常に思ってて、うん、あの私はね作ってるものが違いますけど、うん、まあ、立体で具象をしてるとか、うんうん、まあ、ああいう作品だから、ああ金さんはこういうものを作るんだって思われがちなんですけど、うん、それをこう発表することによって、私はそういうもんだって一番自分が思い込んでるのは一番もう自分で窮屈な思いをしてると思うんです。だって私が作り出すものなんだから、それが別に紙を切って私はこれですって言っても、あの極端な話ね、絵を描き出して私が表現ですって言っても別に何も誰にもジャッジされる必要はないと思うんですよ。常に自分は進化してるし、やりたいものを表現するので、たまたまそれが粘土で具象だっただけであって、今後変化するっていうことは当たり前のことだと思ってるんですね。こうじゃないといけない、立体彫刻作家って言ったからそれでないといけない、極端な話、別にミュージシャンだろうが何しようがいいわけですよ、うんうん、それぐらいこう私はこうだからこうとか、あなたはこうだからこうっていうのはありえないんですよね、人が生きていくあれでね、うんうん、そうそう、それで、うん、あの怒りの感情を死にっていうのではなくて、うん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 、自分が感じてることを自分はもしかしたら勘違いしてるかもしれないと思って、はい、そうですね、あの、それ、感じてたものもね、そうそうそう、正しいかどうかもね、でそれで、まあ、無っていうところを原点として制作をしてみようって思うようにまた変化していって、あ、今は無の方に、どちらかといえば難しいです、ね、両方あります、両方あります。そしてあの作ってみたものを見て自分に気づくっていう、難しい、うんうん、だからとっても私にとって制作は個人的な行為なのかなと思って、いや基本的に私はね、皆さんのことをねあんまりねこうね、うん、言うっていうのはもう今の時代なんかそんなこうですああですなんてあのなかなかねこう言わなくなってきてますけど、うん、私は作品を制作するっていうのは基本的に特に美術の世界とかはすごく個人的なもんで、うん、そのね、あのこういう言い方をすると例えばライブパフォーマンスとかするっていうのは、うん、そのまあね、周りで見られてる方込みでなんですけども、うん、でもそれはそれだと思うんですよね。本来あるものはやっぱり作品と自分との一対一の関係性でどれだけこうグッと入り込めるかっていうところを、うんうん、自分の感情とか自分のこう、まあね、うん、表現したいものと向き合うかっていうところになると思うんで、そう、僕はもう本当に個人なの、うんうん、プライベートな、うん、あの行為だと思ってます。そうそう、うん、でなのでその無になった時に、うんうんうん、で作品を見た時に自分新たな自分の一面に気づくっ
ていうところだったんだなっていうのが最近分かったんですけど、うんうんうん、ベロアに何でしたかっていうおっしゃってましたね。で最初はねキャンバスにもやったパネルに直接もやった、うんうんうん、和紙も貼った、うんうん、違う素材を使ってやってみたいっていうところから始まったんですけど、うん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 、でもなぜか赤いベロアじゃないと嫌だったんです、赤のベロアじゃないと嫌だった、こだわってはったんですね、うんうん、その赤っていうのはちょっとまだはっきり言語化しにくいんですけど、うん、その赤いベロア布ってね、はい、書く前に、はい、私の場合は流し込みですけれども、うんうん、する前に、定着剤ジェッソとかを定着、はい、ね、よく色が伸びようにするジェッソっていうものを塗ったら、うん、大抵どんな布でも、うんできると思うんです、まあ、ね、コーティングがねちょっと上につくので、うん、そうそうそう下に染み込んでいかないですもんね、うん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 、だけれどもそれをせずにやりたかったんですよね、うん、ベロアに関しては、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、でそれでベロアをパネルに貼って、はいはい、それの動画がちょっとあれちゃいます、うんうん、今日ねもう用意してもらったこれちょっと音声入ってるんですけど、これ横向きに本当は横向きなんです、まあ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 、ねこういう感じでちょっと一旦見てもらうしかないんですけど、はい、これはベロアの上にいつも言ってた赤のベロア、そう赤いベロアなんですけど、うん、流し込んだ後に染み込みすぎてベロアに、はいはいはい、であ失敗したって、これは作品にならない、失敗したからもう捨てようと思って切って開いたらこれが出てきてて、あーってこのこの下の色味はもともとはつけてなかった、うんうん、そのベロアの上ではこういう色は流してるんだけれども、あ、なるほど、開いてみないとわからない、なるほどな、うん、どんな風に混ざってるかっていうのを開いてみないとわからない、上から塗ったものが下に浸透して そうそこで自然にできた色合いっていうことですね、うんうんうん、なるほどな、はい、で、あ面白いと思ってね、その端っこも、うん、端っこもそう、あ面白いと思ってそこからベロアシリーズ始まったんですけれども、うんうんうん、でもさっきの話に戻りますけど、はいはいはい、なんで開くんだっていうところで、うん、それはやっぱ無の状態で私は作っていて、うんうんうん、で無の状態で作品と向き合っていて、開いてみるまでわからない、うん、で開いてみた時にあ綺麗と思うか美しいって思うか全あ綺麗じゃないと思うかもわからない、うん、結局それって自分にのなんか一面に出会うような新鮮さがあったんですよね、うんうんうん、でその想像をこうイメージしたものとちょっと違ったものができるっていうものを作ってても、うんうんうん、これって小学生とか中学生みんな一緒だと思うんですけど、作家抜きで、うんうん、こう予定したもの通りができるのもそれはそれで嬉しいんですけども、うん、やっててちょっとこれいいやんみたいな、うんうん、そういう驚きワクワク感ドキドキ感っていうのもものづくりをしてての楽しみの一つですよね、うん、そう、しかも失敗って思ってたものが失敗にならなかった、これをきっかけにこのベロアシリーズをたくさん作っていくことになるので、それこそ本当に発見だったんですよ ね、 ですよね、私が、いやすごくいいことですよね、だからそれが何かこうできる年を重ねたりやることをこう経験数を重ねるとテクニックってすごくついてくると思うんですよね、うんうん、でこうやったら知識も増えるので、こうやったらこういうもんができるなとか、うん、こうやったらっていうのがもうある程度頭の中に備わってくると思うんですよ、うん、それってすごく私も欲しいというかすごいことだなと思うからもっと勉強したいとは思うんですけども、うん、そういうことをこう求めすぎてしまうと、うんうん、こう失敗をこうなんか知らない間に避けてしまってるんですね、きっとこうやったらこうかなって小手先でね、そうそうそう、うん、もうやってもないのに、あこれやったらうまくいかんだろうからやめようとか、うん、そういうこう新しいことをして新しいところに行くっていうのを自分でストップすることもこう増えてるんかな、うん、まあ私に関してかもしれないですけど、でも、うん、どんどんそれは若い時にね、学生の時にいろいろやってみようって失敗したあかんかったって言って、それが本来の一番常に あってもいい要素かなと、うんうん、もう本当に重ねてテクニックだったりとか技術とか知識とかが増えれば増えるほど、うん、
私の場合はですよ、うん、すごく狭まってしまうんじゃないかっていう怖さは、うん、どこかでいつも頭の中の片隅に置いてるようにはしてますけどね。そうですね、うん、まあ、でも知識もテクニックもないからあれですけど、私は全然ないからまだまだやっていきたいと思えるんかもしれないですけどね。そこの部分はちょっとね、彫刻と平面が違うって言っても一緒なんじゃないかなっては感じてます。同じかもしれないね。その表現のするねものがただ違うだけでね。そうそう、ツールが違うだけで、いや、よくベロワーシリーズそういう発見でできたっていうのはすごい面白いですね。そう、そっか。もちろん浸透させてそれでおしまいじゃないですよ。さっきのは一番最初のものだから、あ、でも開いた後にちょっといろいろこちゃこちゃはやってますけど、いや面白いですよね、そういうこと、うん、でも私もどんどんちょっと新しいことをねやって、たまたましたいことが、まあ、立体こういうふうなことなんですけど、まあ、いろいろ言われることもあるんです。なんかこうやったりとか、うん、ああだったりとか。私はあまりねそういうところそうですかって思って聞きながら、まあ、あれなんですけど、あまり気にしてない部分も半分はあったりとか、すごく複雑なんですけど、なんでかって言ったらもう今の等身大でカッコつけれないから、ありのままの自分なんだよなっていうのを、その例えばこう最後展示ギリギリになって、もう展示した後にはもうちょっとここ行けたんちゃうとか自分にだけはね分かるよね。分かるんですよ。自分の目はごまかせる。いや周りも分かります。私の場合分かるぐらいのレベルであれなんですけど、もうギリギリなんですけど、多分そこでストップかけてもやめて展示せなあかん自体で、これで発表した時点で私からも切り離されてるものなので、もうそれが今の私の等身大やと思ってるんですよね。で自分がそこで受けて、次にね生かすっていうのを、でなんかこううまく収めたいわけでもないし、そのなんかこうなんかいいよねっていう自分の中の一個ずつなので、なんかねすごい作家さんとか5万といるし、立体とかもすごい作家さんだらけなので、あまりプレッシャーを自分にそういうのでかけると、なんか作るのが嫌いになってしまいそう。あんまり周りとやっぱ比較することは本当に無意味。本当にそれだけは純粋なね、子供がこうものを作る、こう甘いなって食べていかなあかんのにとか言われるかもしれないですけど、私が死ぬまでに自分で選んだその生き方っていうのはそういうやり方でいいんじゃないかなと、そんな風に思いながら、そうね、それぞれのね、作家さんのやり方があるんで、そのギャラリーの人とかね、売り手の人とか見る方とかいろんなご意見ありますけど、でも心が一番大事。あと熱く思う作品に対して熱く思う気持ちと、大したことないなってそういう人が思ったとしても、自分の中でそれを ちゃんと持ってるものであれば、ね、写真って他になかったっけ、なかった、なかった本当、はい、今日ねこの3枚絵いただいてましたね。ベロアのこれ、ベロワの方はこれですよね。写真ね、今日6枚って言ったらいっぱいいっぱい送ってくださったね。で、映像入らへんなって言ってね、送っていただいたの。そうなんです、そうなんですよ。だからね、ちょっとあれでしたけど。ね、きっかけもお伺いしたけど、びっくりしましたけど、やっぱり感情のね、私が作品を見に行って、一番受けてたその怒りの部分だったりとか。で、まあ今は怒りっていうところ、直接的にそういうふうに、表現方法を変えてっていうのと、やっぱり無でやるようになったっていうのが、無になるってすごく難しいんですけど、これちょっと質問していいですか？いや、これ皆さんわからないですよ。私作品作ってる時、私瞑想やって思ってるんですよ、自分の瞑想でね。瞑想ってそんな、私無宗教ですし、そんなところに行ってやったこともないんですけど、無になるってよく言うじゃないですか、なるとか、いろいろ何が正しい瞑想なんか知らないですよ、知らないけど、私の中のその瞑想は、昔あった嫌なことがぐわっと出てくるんですよ。だいぶ前の些細なこととか、物を作りながらすごく出てくるんですよ。で、夢中になってる時に、私こんなところをまだ気になってたみたいな、
だいぶ忘れてたのにってこと？そう、そういう本当に些細なことの嫌だったこととか、うん、同じこととかが何回も出てきたりとか。それが出てきて作品にしたらもう忘れられるの？その嫌なこと。いや忘れてないんですけどそれでなくなるの？ない、ないんですよあの時に私結構はっきり強いこと言えない人間なんで、うん、え、そうなん？はい、そうですなんか奥ゆかしいんや、ね、そうなんですよ、そうなんや、もう見たままで、はい、奥ゆかしいんですけど、そうだった、結構すごく、あの、自分がほんまに言いたいこととかって全然言えないんですよね。うっそ、うん、で後から言えばよかったって後悔するんですよ。うーん、あの時に、うーん、でその時は言われたりとかあった事象に、ね、事柄に対して、うん、びっくりする方が多い気がする。びっくりするの？びっくりする、えって、あ、言えなくなるんだ、なんでそんなことって、それ言えなくなるんや。で、うんうん、で後で思い出して感情的になってその時の帰りとか何かあった後になるんですけど、うん、すごくそれのことは、まあそれは言えなかった自分が悪いんだから流すべきじゃないですか。だから忘れるんですよ、うんうん、でもね、でも覚えた、何かの時にすごく出てくるんです。で私の中では自分の中に溜まってるいろんな感情と、うんうん、そのこうぐーっとこう何かをこう集中して作ってる時って出てくるものなのかなって、私にとっての瞑想、自分に対しての気づき、こんなんでこんな風に自分ってなってるんだとか、こう本当の思いみたいなのがポンポン出てくることが多くて。わかる、それはあります。あのね、私の場合はよ、私がムーになってやろうと思ってて、そういう嫌な感情が出てきた時は絵にそれが現れてしまうね、うん、で後で見た時にちょっとざわっとするっていうのがあるから、極力もう本当に無になるようにしたいと思ってる。なるほど、なんか出て絵だからね、余計にかもしれないけど、ざわっとしたものが作品に入る感じが、私はね、あんま出てないから、なんかそこら辺はなんか出えへんのかな。作りたいとかのそこの目的は、まあ人間がモチーフにしてるのであれなんですけど、うんうんうん、特にそういうことがあったから人のことを、あ、そうなんですよ、私人好きなんで、うん、なんか人好きですね、うんうん、なんかそのそれぞれの個性があってちょっと面白みが、絶対面白いですよ、それぞれ。うちにこもよりも外に出たい人？はい、あ、私逆逆。あ、結構引きこもり気質。あ、ほんまですか、うん、家おったらもうね、うん、もうダメです。うちの母からそうです。もう母もずっと出っ、もうちょっとでも散歩とか、こう気分転換にちょっと三宮出ようとか、そんな母に育ったので、私はもう外出てないと。じゃあコロナの時は大変やったわ。死にそうでした。あ、私全然やった、もう本当に何日でも。もちろんその時すごいやっぱ動かずに食べるが太ったけど、でもなん全然苦じゃなかったね、家の中にいるのが、うん、なんかあの時もなんか感情的にドロドロとかしてしまったから、制作もちょっとあれでしたけど、時間あったのにね、うんうん、あのウクライナの地震の時、あの地震じゃない、もう言葉間違って、戦争の時、うん、あの時のは作品で作りましたけどね。あ、私も書いた、この中に入ってませんね。入ってない、入ってない、入ってないですけどね、うんうん、そう、なんかやっぱりなんやろな、すごくこう心揺さぶられることにをこう言葉で表現するってすごく難しいじゃないですか。うん、私はまあ言語化 ね、うん、私無口ですけど、あの全然喋れないんですよ。いや本当に喋れないですよ。行動的で無口じゃないと。今日はちょっと喋れるかなっていうぐらいなんですけど、なんかね、ほんまに思ってる部分っていうのはうまく言葉にできないんですよね。うん、どういう風に言ったらいいのか、うん、言ったとしてもすごい単純な表現でしか言えない。うん、ちゃんと思いが伝わってるかどうかっていう感じ。伝わる言葉を選びきれないというか、うんうん、でこうすごくいろんな角度からものを考えたりもしてしまうので、うまく言えなくなるんですよ。周りを見るんや、その場でね、発言をするときにはとか、うんうん、で戦争とかデリケートじゃないですか、すごくね、でいろんな人の立場があって、うんうん、もう関係ない人たちも巻き込まれたり、うん、ああいうこう天災人災とか、うん、そういうね、うん、天災もそうですけど、うん、そういうところのこうもう言葉にできない感情とかはやっぱり作品にこうしたいって、うんうんね、こ
こうね衝動的に思わされますけどね。やっぱ個人的なものなんかな作品って。うん、私はもうそうやって信じてますけどね。華やかなね感じで、まあ、多分歴史的にもきっとないんじゃないかなとは、それぞれの作家さんそれぞれの作り手が、個人のだからいいんやと思うんですよ。だからいいと思う本当に。なんぼでもね機械でいいものも作ろうと思ったら作れて、かっこいいものだったりね、こうペペペってこうしたらデザイン的なものだったりとかできちゃうんですけど、じゃあなんでそれと違うかって言ったらやっぱ手で作ったものは違うんですよね。みんな違うからね。何一つ一緒のものがないっていうか、それが人もそうじゃないですか。目ついて鼻ついて耳ついて同じなのに双子ですら全く同じなんかないんですよね。本当に同じねパーツついて同じあのリモデルさん見て同じあのパーツついてるのなんでこんなに違うんやろうって言って、でもだからその違いなんですよね。人が違ったら全て違って、まあ、だからそれがこう芸術美術の生み出される独特なこう世界観なんでしょうかね。なんか吸い取られるその作家さんとかその作り手に心を持っていかれるっていうこともありますし、ね、話言ってたらもうキリがないぐらい話しちゃう、ね、時間がやっぱりもうね1時間すぐ経ってしまったんですけども。喋りました。喋ったよ。ほんまですか。私喋れるかなって。余計なことは喋ってないと思う。いや私が喋る人の名前は2人ぐらい間違えたんですよ。もうあの見ないでくださいね。人の名前を噛むしね噛んでない。あれはほんまにすんなり間違えました。あれ2人間違えた、ね、ピンとこなかったので、まあ、2人目は突っ込まなかった。もうねもう流そうと思って。私も時間もあれなんで、まあちょっとね1時間は本当にね あれなんですよ、はい、踏み込んだところに話行くまでで終わってしまうんですよね。そう、まあ、本当はね芸術美術のこととかこう本当はいつもねいろんな作家さんとか、来ていただいた方と話したいんですけど、どうもそこのねところに行くまでにちょっとね時間が来ちゃうんですけど、まあでも私藤井さんのねきっかけ、ちょっとびっくりしたな。そこがきっかけで、しかもその、ね不妊治療、まあ、後からね、見られる方もいらっしゃるかもしれない、不妊治療のきっかけにされて、で、ね、絵をやろうって決めた時に、もう一生やるって覚悟を決めたのもすごいびっくりですけどね。そうかな、なんかそう思ったな。別に不思議じゃないんだけどね、自分の中では。すごいですよ。私はまだわからないですよ。いや嘘ばっかり嘘ばっかり。ずっと続けていきたいです。でも、絶対しないといけないって心に縛りをつけて生きてはいかないようにはしないといけないと、しんどい時期は絶対あるよね。いろんな状況、自分の身の回りの状況もあるし、もう私なんかもうここ最近ギャラリーの展示も全然見に行けてなくて、あぎっくり腰がひどくてですね、3日前もあのブロック注射打ってですねここさもう半年がダメで、もうねほとんど展示、人の展示なんか行けてないですよ。まあ、忙しいのもあるよ。もうゾッとねするぐらいで、体がねずっと痛かったんで、やっぱりね健康じゃないと制作する気力が湧かないね。すごい大事だと思う。本当に基本的なことやけどね。もう毎日痛いとかね、もう動けないですね。そうもうしんどくなるから、皆さんも健康が大事です、健康でまたお会いしましょうねいやもうあっという間にありがとうございました。もう1時間経っちゃった。そしたらもう喋れたかな。喋れたんかな。ではまあまた来月にですね、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそ。すいません、マイクをね切ります。はい。